いつもビデオをご視聴いただきありがとうございます。今回の動画は極寒の北海道長期車中泊旅で使用したポータブル電源で発生した問題についてのご紹介です。今後ポータブル電源をキャンプや車中泊、非常用に購入される方、拡張される方の参考になればと思います。では早速始めましょう。まずは現在の機材紹介。車はタウンエース。調理器具などの電力は走行充電器と100アンペアハワーのリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、それから2500ワットのインバーターを使用しています。車の空間スペースは限られていますので、今回のポータブル電源 EB70S は冬の暖房用のストーブ、夏のスポットクーラーと同じように必要に応じて持っていくオプション設備、利用用途はマダムの電気毛布専用です。ポータブル電源の充電はセカンドバッテリーの 12V を利用し、この床下収納に収めています。ポータブル電源は極寒の長期北海道旅で初めて使用しますので、問題が発生するかもしれません。その場合はメインのセカンドバッテリーを使う予定でした。ポータブル電源を利用するために毎日のルーチンワークがあります。朝電気毛布をしまうときは、電気毛布で使用したバッテリーを充電するので、ポータブル電源に充電コードを挿します。夜電気毛布を使うときは充電コードを抜き、ポータブル電源の AC 出力をオンにします。夜充電コードを抜くのは、もし抜き忘れた場合、セカンドバッテリーは私の電気毛布とマダムの電気毛布を使用するポータブル電源に、セカンドバッテリーからフローティング充電で使用されます。電気毛布2枚をセカンドバッテリーで使用することになります。この場合、朝までにセカンドバッテリーの充電電力がなくなる場合があるからです。電気毛布は最初は強で布団を温め、その後は朝まで中から弱の間で使用します。ポータブル電源の電池残量は電気毛布1枚で一晩使用すると、バッテリーは5段階中残り3段階になっており、何かあってももう一晩使用可能です。極寒の長期車中泊旅で発生したポータブル電源の問題。極寒の北海道の45泊の車中泊を行い、45泊のうち35泊、4分の3は問題ありませんでした。10泊の4分の1の車中泊で問題が発生しました。その問題は2つあり、1つ目の問題は寒すぎて充電ができない添付表示の問題で、これが6回ありました。ポータブル電源は使用環境温度があり、充電可能な温度は0度から40度。0度以下になった場合は添付表示になり、その場合5度以上にならないと充電ができません。家の中なら0度以下に下がることはあまりありませんが、極寒の北海道の車中泊旅、夜から朝までの気温が0度以下になることは9割ぐらいあります。そのうち6泊がポータブル電源も0度以下で充電ができない状態になりました。夜暖房を切って寝ますが、その際気温がマイナス10度ほどが長時間あると、ポータブル電源も0度以下になり添付表示になります。この場合ポータブル電源が5度以上にならないと充電ができません。ちなみにメインバッテリーのセカンドバッテリーは2度以下で充電ができなくなります。そのレポートについては1つ前の動画でレポートしていますので、興味ある方はそちらをご覧ください。5度以上になれば充電ができる状態にして、そのままお昼頃確認すると、5度以上になり充電ができていたのは6回中4回、残り2回は昼を過ぎても夕方になっても添付表示が消えず充電はできませんでした。その日はポータブル電源に残った電力で電気毛布を使い、翌朝も添付表示の状態、残量はもう5分の1です。この場合ポータブル電源の AC、DC をオフにして床下収納から床上に出します。
床上は石油ファンヒーターの暖房でポカポカしています。人間も快適な温度で、ポータブル電源にも快適な温度です。1時間ぐらい経ってポータブル電源の電源をつけると点灯表示は消え、充電も可能な状態でした。今回は片手でも持ち上げるサイズのポータブル電源ですが、大きく重いポータブル電源ががっちり設置されている場合など、簡単に床上に移動しにくいポータブル電源を利用し、厳冬の長期北海道車中泊旅に行かれる方は他の方法で温める検討も必要かもしれません。問題2、ポータブル電源の充電コード問題。4回、ポータブル電源を格納するところは他に荷物があったり、走行中荷物が移動したりしてポータブル電源の充電コードに干渉し、気がつくとうまく充電ができていなかったことが数回あります。旅行中は朝布団を片付け7時頃から充電を開始しますが、夜電気毛布で使用した電力量は 4,5 時間ほど充電すれば満充電になるので、お昼ご飯の時に充電状態を確認するようにしています。お昼にポータブル電源の充電コードの接触不良に気がついて再度充電開始できれば夕方には充電完了するのですが、たまたまお昼の確認を忘れ、夕方確認した時点で充電ができていない時もあります。その日はできるだけ充電をして残り容量で過ごします。ですので長旅をすると何度か充電ができない日もあります。ポータブル電源の容量ですが、低温時の放電効率も影響しますので、1日に使う電化製品の電力量はポータブル電源の容量の 40% ぐらいで使用するぐらいで計画することをお勧めします。まとめ、使用は電気毛布のみ、夜に充電を抜き AC をオン、朝に AC をオフにして充電を行う運用にすると、問題は床下収納に置いておくと寒すぎて充電ができない、0度以下の点灯表示が6回発生、2回が5度以上にならず、暖房効果のある床上に1時間置くと5度以上になり通常モードに復旧します。問題に、走行中ポータブル電源の充電コードが緩み充電ができないことがある。長期車中泊旅の場合は寒さや充電プラグが抜けたりして1日充電ができていない場合もありますので、1日で使用するのはポータブル電源容量の4割、2日分の利用可能な容量のものを選んでおくと安心です。以上が厳冬の長期北海道旅で実際にポータブル電源を使って確認できたレポートです。もし少しでも参考になりましたらグッドボタンよろしくお願いします。今後も車中泊の車いじりや車中泊の旅の動画をアップする予定です。チャンネル登録していただきますと新しい動画更新が確認できますので、もしまだ登録されていない方は登録のほどよろしくお願いします。今回の動画は以上になります。長時間ご視聴ありがとうございました。